僕前に外歩いてたんですよなんか前もそんな話あったよ、ね、でも外歩いてたって言わなくていいし別にそれでよくないか、なんかそれ以上の表現いらないだろ別に行けよじゃんうるせえ外歩いてたんですよ、したらまあ十字路みたいな路地なんだけど細いところなんだけど、はい、十字路みたいなところでこうちょうどそこに差し掛かってったら横からなんかおじいちゃんがチャリ乗ってこうバーって切ったの、で俺とぶつかるかどうかぐらいだからどっちかが多分スピード落として譲んないとお互い渡れなくなっちゃうぶつかっちゃうってなっててなんかどうするかなぐらいでおじいちゃんが右手を上げたのよ、でなんか昔のおじいちゃんってさ昔のおじいちゃんっていうかおじいちゃんってさ手信号するじゃん、ああなんかそうなんかこれが右でこれが左だっけ、分かんないけど左でみたいな、あで、あ、それでなんかどっち行くか先に教えてくれるのかなと思ったの、ああおじいちゃんなるほどね、でしたらおじいちゃんがってやって直進したの直進いや、いらねえよ、いらないよさ、さっさと進めてた